皆さんこんにちは。リンクス所属ハンマー FM のハマケンです。今シーズンが始まり1週間が経ちました。そんな中、ストームの動きやサージ、気球など大きく環境が変わっていることに気づかれた方も多いのではないでしょうか。というわけで今回はストームの内容やサージ、そして気球などの情報を集めてきました。この動画を最後まで見ていただくと、ストームの移動について知っておかなくてはいけないことや、大会としても知っておきたいサージなどの情報についても知ることができると思うので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今回は先日行われたスカーミッシュのバトルロイヤルデュオの大会を中心に、20試合ほどを確認してきました。取得した内容としては、ストームの発生時間、収縮時間、円の大きさ、収縮速度、そしてストームダメージ、サージ、そして最後に気球などの情報と、なっています。そしてこれらの情報にプラスして前シーズンの情報も並列に表示させました、これによって比較もしやすくなるんじゃないのかなと思うので、たまに止めて見ていっていただければなと思います。それでは早速詳細見ていきましょう。まずは円の発生収縮時間に関してです。さっき言った通り、細かくは一時停止して見てくれればなと思います。まず円の最終収縮は第10円となっています。もうすでに前シーズンとは違っていて、若干懐かしさを感じるストーム構成となっていますね。そして大会に参加される方で知っておいてほしいのは、1マッチの最大時間です。括弧の中がマッチ経過時間となっていますが、前回までは12円までで26分20秒、そして今シーズンでは27分15秒と、長くなっているんですよね。でこの時間っていうのは待機島での待機時間であったり、バトルバスでの移動時間、そして降下時間っていうのは含まれていません。そのため、1マッチで終盤にまで残った場合、かかる時間は30分ほどかかる場合っていうのがありえます。ただしスカーミッシュなどで、見ていく限りでは、撃破のスピードっていうのも今シーズン非常に速くて、早く終了する場合っていうのは25分ほどでマッチ終了っていうのもあったので、最大30分ぐらいかかる場合があるという認識だけ持っておけば十分なんじゃないかなとは思います。そして次に注目するところとしては、円の閉じるまでにかかる時間が今シーズンは非常に長いということですね。特に第1円第2円ってところは非常に長く、なっているっていうところなんですけども、長くなっている理由としては、島の面積が先ほど言ったとおり非常に大きいことっていうのが一番の要因になっています。1円の直径見ていただくと、前シーズンが 1200m ぐらいだったんですけども、今シーズンは 1850m という感じで、もう全然違うんですよね。で第2円でほぼ前のシーズンと同じ大きさになっていくっていうことなんですけども、円が縮小するスピードっていうのは、前シーズンと比べてもそんなに変えることって当然できないですよね。なので、第1円から第2円が閉じ切るまでの時間が、長くなってるっていう感じになります。第2円収縮終了時間っていうのが、11分20秒ほどっていうのは、前シーズンでいうとどのタイミングかっていうと、だいたいルートアイランドが出現する時間っていう形になるので、第2円の収縮した時が前のシーズンの第4円出現時っていう感じだったっていうことですね。なので結構差があります。でこれ4分かかるっていうところだったんですけども、これは時間が長いから安心というわけではないんですよね。先ほど伝えた通り、時間が伸びているのは面積が広くなっているからというところから、表に書いてある最高収縮速度のところを見てもらうと分かるんですけども、第1円から第2円で最大 3.5mps っていう形になってて、秒間 3.5m 縮んでいくっていうことですよね。でこれは、参考としては床1枚の面積、あれの直径がだいたい4メートルとなっているので、1秒で1枚の床を走り抜けるのと同じぐらいの速度で、最悪の場合円が縮まってくるっていう形なので、それは結構早いですよねっていうところですから、移動系のアイテムであったり、あとは裂け目ですよね。そういったものをいかに確保して移動していくかっていうのが結構重要になるんじゃないのかなとは思います。そして円は今回第10円で閉じ切ることが分かっています。つまり前シーズンより早くストームフェーズは終了することになります。なんと第4円からさっきまで円大きかったはずなのに、第4円から前シーズンより急激に小さくなってくるという形ですよね。
で、ストームの形状としては前シーズンの第6円や第7円のような半月アンチっていうのはありません。全て内円で縮小していくっていう感じになるので、極端なし移動しなくていいパーティーっていうのが存在しているっていうことになります。そのため大会で終盤に残るためには、先にアンチに入っていく、もしくは先端移動でっていうところがかなりね強いシーズンっていうのが分かってきています。で、ストームのダメージですね、こちらに関しては前シーズンと、フェーズとダメージの関係性っていうところに関しては変わらないです。第6円が2ダメ、第7円が5ダメ、第8円8ダメ、第9円が10ダメというような形になっていて、ここは同じです。で、ただ円の大きさのところを見ていただきたいんですけども、1フェーズ分ずれているんですよね、前シーズンと、比べて。なので第9円で前シーズンではアンチが移動していたタイミングっていうのが今シーズンでは第8円となっているという感じなんですが、ダメージ数はここ違います。なので感覚的には前回と同じタイミングでアンチ外に飛び出したとしても10ダメではなくて8ダメなので2ダメ少なくなってますよという感じで、逆に強化されている部分もあるというような感じにはなっています。そしてサージですね、これは全て確認できたわけではないので完璧とは言えないんですが、発生したタイミングと消滅した人数っていうのを確認していくと90人、78人、63人、54人、42人、39人、30人と、なっていました。今回サージが発生している試合を探す方っていうのがね、どちらかというと大変だったので発生すること自体が結構少ないかもしれないですが、発生人数はおそらくこうなっているという形なので覚えておきましょう。で、まだそういったね、関係性から残念ながらまだサージの境界値に関してはちょっとね調査ができていないんですよ。発生している件数が少ないのとちょっと母数も少なすぎるっていうのでまだちゃんと見れてません。そして最後に気球の発生タイミングですね、これも計測マッチで発生したタイミングのみを記載しているのでまだ完璧ではありません。出現するタイミングは円確定時、そして収縮開始時から30秒から35秒後、そして1分後くらいがね多い印象になっていました。発生する個数っていうのは、ワンマッチで5つしか確認できてない試合もあれば9個確認できるマッチもあったりしていて、ここら辺はランダムとなっているという感じになっています。また、同じタイミングで1つ以上ね、気球が出現するっていうマッチも確認されています。おそらく、気球が出てくる最後のタイミングっていうのは、第6円の収縮途中の、タイミングかな。多分これが計測上は一番最後だったっていうところと、第7円からは移動アンチ始まっちゃうんで、おそらく、移動アンチの直前の第6円の収縮途中、ここまでが気球が出てくる最後のタイミングになるんじゃないかなと思います。基本的には次のアンチに寄っていくケースっていうのが、この気球につられて、寄っていってたっていうのがよく確認できていたので、第1円確定から1分後、これは大体のマッチで出現しています。1分後に出現する気球の場所っていうのは確認しておいて、おおよその、アンチ移動の、目安にしていくっていうのはいい動きになるんじゃないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。全体を通してみると島の面積が大きくなったこととストームの段階が12から10に減ったっていうことで円の大きさや収縮速度などが大きく影響を受けていることが分かりました。また、マップは全体として起伏が多くて移動距離も大きくなりがちということからも基本的に移動系アイテムっていうのは必須になっていくと思います。特に裂け目などの終盤の移動アンチ時で起伏が激しい場面で使うといったことは普通に多そうです。なので大会などではしっかり移動系アイテムっていうのを持っていきましょう。はい、ハンマー FM ではハマケンの独自視点で面白いなと思ったことを動画にしていきます。またこんな動画が見たいなという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。今回もコメントお待ちしておりますのでぜひぜひよろしくお願いします。この動画が皆様の参考に少しでもなれば幸いです。それでは。